僕のところをまた狙ってくるかもしれないというところが一つと、でもそれでも絶対にやられないという気持ちを強く持って、でやはり一人一人の仕事の役割があるの で僕はいつも以上の役割をレコード上で表現できるようにしなきゃなというのを意識しながら、前半ハーフタイムが終わったと入りました。ところではやはり昨日おっしゃられた通りアウトサイドのシュート、キックアウトからのシュートが入ったので、やはりそれが点差をつけてしまった原因にもなっていたというのが、今回は、しっかりとそこを対策して、逆にそのインサイドで、めちゃめちゃやられるようになったらダメなんですけど、ある程度のインサイドよりはそちらの方をケアして、スリーポイントの方をケアしてっていう戦術でした。やっぱホームで決めたらすごく小さいすごく気持ちよくて、ブースターが終わってなる瞬間がすごい鳥肌で、やっぱりそれを一回でも経験したいなと思っているので、次の最後のホーム戦も、それから CS に向けても頑張っていきたいと思うので、一人でも多く、会場に来てもらえると嬉しいなと思って、常にポジティブな話をしながらですね、しっかりと修正点、そのプレーで起きる修正点をお互いに話し合って、同じようなことを二度やられないであったりとか、相手がここを攻めてくるというのを分かったところをしっかりと確認しながら、一個一個ワンプレーワンプレー進めている感じでした。そうですね、うちにはやっぱり安藤誠也もいますし、ベニー・ウィフォードもいますし、リーク・ケンもいますし、その3人がやはり頭脳的な部分ではすごい頭のいい選手たちなので、やはりその選手たちが感じたことだったりをどういうふうにして他のチームメイト全員に共有するかというところも大事ですし、やっぱそれを僕たちがしっかりと遂行できるかという部分も大事なので、やっぱその3人に置かれている信頼度というのはコーチ陣からするとすごい高いものだと思っていて、それを僕たちがしっかりと理解して今日全員で同じことを、やる、失敗も許せられない状態になっているとは思うので、引き続き、この勝ちにですね、満足せず気を引き締めて残りのシーズンを戦い切ることを、僕たちがしっかりするので、やはりブースターの皆さんに会場に来て応援していただきたいなというふうに思います。